フレン・ロペテニアルゴテは、スペイン・ギプスコア県アステアス出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションはゴールキーパー。現在は、セビージャ FC の監督を務めている。バスク地方のギプスコア県アステアスに生まれ、地元のレアルソシエだから、プロデビューしたが、正キーパーを務めるレイス・アルコナーダを前にして、出場機会がなく、19歳の時に、 レアルマドリードカスティージャに移籍。1988から89シーズンは UD ラスパルマスにレンタル移籍したが、1989年にレアルマドリードに復帰してもベテランのフランシスコブヨからポジションを奪えなかった。レアルマドリードは1989から90シーズンに リーグ優勝を果たしたが、優勝決定後のアトレティコ・マドリード戦が2シーズンで唯一の出場機会だった。1991年には CD、ログロニエスに移籍して、レギュラーの座を獲得し、ラリオハ州のスモールクラブのプリメーラ・ディビシオン昇格に貢献。ログロニエスでは際立った活躍を見せ、1994年3月23日に、 バレンシアで行われたクロアチアとの親善試合では、60分にアンドに鈴木サレッタと交代で出場してスペイン代表デビュー。同年には1994フィーファワールドカップに出場した。1994年、FC バルセロナの正ゴールキーパーだった鈴木サレッタが、バレンシア CF に移籍すると、ロペテギが鈴木サレッタの後釜として、バルセロナに移籍し、 長い間スビサレれたの控えを務めたカルレスブスケとポジション争いを繰り広げたが、結果的にはポジション争いに敗れた。バルセロナが FC ポルトからビトール・バイヤーを獲得すると、ロテッペギは第3キーパーに降格し、1997年にマドリードのラージョ・バジェカーの2位席。5シーズンのうち2シーズンをレギュラーとして過ごし、2002年に現役引退した。 2003年夏、セグンダ・ディビシオンのラージョ監督に就任して指導者の道を歩み始めたが、2003から04シーズン第10節後に解任され、ラージョは結局シーズン終了後にセグンダ・ディビシオン B 降格となった。2006フィ f ファワールドカップの際には、ラセクタで解説者として働き、2008年、ユース時代を過ごしたカスティージャの監督に就任。 2010年には U-19 スペイン代表監督に就任し、2011年の UEFAU-19 欧州選手権では優勝。その後は U-20 スペイン代表監督や U-21 スペイン代表監督を務めた。2014年5月、FC ポルトの監督に就任した。2015年4月、 UEFA チャンピオンズリーグ2014から15、準々決勝で、ジョゼップ・グアルディオラ率いるバイエル・ミュンヘンと対戦し、ホームで迎えたファーストレグでは3から1と勝利を収めたが、アウェーのセカンドレグでは1から6で敗れ、準決勝進出は果たせなかった。2016年1月、FC ポルトの監督を解任された。2016年7月、ビセンテデルボスケの後任として、 スペイン代表監督に就任した。2018FIFA ワールドカップヨーロッパ予選では U-21 スペイン代表で優勝した当時のメンバーであるダビド・デヘア、イスコ、シアゴ・アルカンタラ、コケ、ダニエル・カルバ・ハルラが A 代表でも当格を示して世代交代を進めながら公式戦2年間無敗と最高の成績を収め本大会への切符を手にした。 2018年6月12日、ロシア W 杯後に、ジネディーヌ時代の後任として、レアルマドリードの監督に就任することが発表された。しかしその翌日、ロシア W 杯開幕直前に、スペインサッカー連盟から二重契約であると、スペイン代表監督の座を解任され、ロペテギも大きく非難された。クラブでは、 初の公式戦である UEFA スーパーカップのアトレティコマドリード戦で2から4で敗れて、初タイトルを逃す。リーグ戦でも UEFA ヨーロッパリーグの出場圏内にすら入れない注意に沈むなど低迷を極め、10月28日の FC バルセロナ戦での1の子での大敗を最後に解任され、半年でスペイン代表とレアルマドリードを解任されるという、 不名誉な記録を作ってしまった。2019年6月4日、セビージャ FC の監督に就任した。2021年1月10日、クラブとの契約を2024年まで延長した。また、この契約には2年の延長オプションが含まれる。ありがとうございます。